柏シ一の今日のインテリエンスを始めさせていただきます。今日は北朝鮮は何を考えているのかというテーマについてお話を思います。大体ねアメリカだったら結構シンクタンクがいっぱいありますからね。あの問題ごとにねだい,いシンクタンクがあるんですよね。例えば中国問題だったらプロジェクト二千四十九ですか。これは以前にも多分紹介したことがあると思うんですけど、それとかあのー、北朝鮮問題だったらねあのサーティエイトノースとこういうシンクタンクがあるわけですよ。これはねここが見つけたあのー なんですか、写真、写真とかはね、意外とあの。こう、こんなことが発見されましたってことで報道されることが多いんですが。こう、サーティエイトノースの、あの分析ね、分析はね。まだあんまり伝わってないような気がするんですよ。ですから、これは多分日本初だと思いますけど。ええー、まあ、これちょっとお伝えしようかなと、こう思います。まあ、早速ちょっと読みますね。ね、まあ、予想されたように、えー、北朝鮮の新たな核兵器の法制化、えー。ミサイル発射や砲撃の連発。そして、今回の南北境界線での、砲撃などに関する。 多くのメディアの論評は結局一つの問題に集約されている。それは北朝鮮が何を望んでいるのかということだ。北朝鮮の現在の動きを後押ししている国内外の要因は数多く考えられるが、これらの活動は平壌の外交政策の変化と結びつけて考える必要がある。そうして初めて北朝鮮の現在の計算とより広範な政策的な意味を理解することができる。 あの核兵器の法制化って何のこっちゃっていうのはねたぶん今年の2月くらいかな今年の頭ぐらいに核兵器を発射できるのはキム・ジョンウンであるとそういう法律ができたんですねだからキム・恩、金ジ恩ョンウンがポチッとなって言ったら核が飛ぶとこういうシステムが今できてるんだそこはロシアとは違いますねロシアみたいにポチッとなってやって何や発射せんやんけポチッポチってやるそんな感じとはちょっとだいぶ違うような気がします。まあ、それがあの核兵器の法制化とここうういうことなんですね まあミサイルの発射や砲撃の連発、まあ、これはいいでしょうでな、まあ、南北境界線の砲撃もこれもいいでしょう、まあ、だからこういう緊張がすごく高まってるわけですよねこれで結局何を北朝鮮が考えてるんだそれがやっぱりこうみんなこうメディアでもね、えー、すごく焦点になってるんだこういうことですね。えー、北朝鮮の中国ロシアへの接近とキム・ジョンウンの非交渉発言はこれ非交渉というのは西側諸国と交渉しないとこういうことですね。 えっとこれまでにも何度も報じられてきたしかしその真意は単に北朝鮮が中国やロシアを中心とする、えー、反西側勢力に加わり冷戦2.0と,と呼ばれるような状況になったということにとどまらないそれは北朝鮮が30年以上続けてきた中国やロシアとの非同盟政策や米国との関係正常化努力からの根本的な展開を示唆するものであると。だからこう 中国やロシアとの非同盟政策というのは、まあ、そんな深く深い関わりにならないでおこう相対的に今日ちょっと自立しようとこういうことなんですね。で米国との関係正常化努力からの転換というのはもうアメリカと正常化努力をする努力を諦めたとこういうことなんですよね、えー。だから結構大きな転換点なんじゃないですか北朝鮮の歴史を見て。ね、北朝鮮,、ね、北朝鮮が世界の政治実をどう見ているか。 米国をどう外交政策に組み込むかは、核競技の見通しも含め、朝鮮半島の地域の安全保障状況に影響を与えるだろう。それはその通りですね。で、まあちょっと次の,のプラン入ってますね、えー。いかなる国の行動も真空、えー、中では起こられないが、北朝鮮も同様である。だからこそ北朝鮮の行動に反応したり、断片的に分析したりするのではなく、その行動の背景、つまり北朝鮮の認識が形成され 決定が下され実行されれれ実行るるる背景を調べこことが重要であるこれその通りですね。で早ければ2019年8月に香港2020年の6月に中国の、えー、ま, <laughs> まあ、ね、中国の台湾領有といういばら道を北が公式に支持したことからも分かるように平壌の中国への実患進化の兆しは近年着実にそして一貫して積み重なっている。中国の政策はひたすら支持するわけですね。 で2月4日の中ロ共同声明で、えー、両国が新しい世界秩序のビジョンを示し,無制,をし無制限の有効を約束したことは北朝鮮の指導者にとって世界観を変え30年以上にわたる外交政策を根本的に転換する変局点であったようであるとだすごく大きく変わったんだこういうことですね。金正恩はこの文章の中で世界の舞台で米国のパワーとリーダーシップが衰え まますすす断片化する世界を見たのであろう北朝鮮の考えは9月の最高人民会議での演説に反映され米国が提唱する一極集中の世界から多極化の世界へと世界が著しく加速していると宣言したこれにより北朝鮮は中国やロシアとの非同盟と米国とこれら二大隣国に対するバッファーとして利用するという方針を根本的に見直,した見直そうとしたようであると。うん、次はね この共同声明を採択してから1か月以内に北朝鮮はウクライナ情勢について米国を非難する外務省声明を発表しロシアとの連携を急速に進めたと。来月、あ翌月、金正恩による、えー、国家航空宇宙開発局と、うん、ソヘ、えー、衛星発射場の視察において続いて2017年11月以来初めて大陸間弾道ミサイルの発射に成功し長距離弾道ミサイルと 核兵器の実験に関する独自のモロトリウムのに公式な終わりを告げることになったこれはあのあれですよねトランプ大統領との話でね一応一旦やめとこうかって話になってたんですねそれはここに来て復活したでこの夏北朝鮮は中国やロシアとの関係強化に向けた動きが活発化された北朝鮮の国防部省は中国との戦略戦術的な連携作戦を約束し金正恩はロシアとの戦略戦術的な協力の新しいレベルを参照した ウクライナの離脱二重だからルハンスクとドネツクですね、えー、これの外交承認とロシア併合への支持に見られるように北朝鮮とロシアとの連携はよりき、えー、顕著になったと北朝鮮の党、えー、機関紙が、えー、中朝ロシア大使のロシア政府とのインタビューを掲載したことも、えー、二国間関係への重,重要な言及であったと。夏以降のの中国と。 ロシアに対する大胆な前進はおそらく6月の党大会での新しい支持を反映しておりチェ・ソンヒ外相かなは新しい北朝鮮の新しい外交政策を実施するために外相に就任したのであろうとで。でこの政策転換の真意は北朝鮮が中国やロシアに軸心を移したこと以上にワシントンとの関係における平壌への立場がより根本的に変化したことを示唆している。まず第一に 金日成主席が30年以上前、30年前に行った北京やモスクワに対する干渉罪としてワシントンとの関係を正常化するという戦略的決断の終わりを告げているように思われる。これ大きいですよね。だからこうなんですか、中国とモロシアとね、ちゃんと関わりを持つためにそのまあカマセインとしてアメリカを使うと、そういうことですね。そういう方針がここでもう終わったんだとこういうことですね。そのようなシグナルが えと十分でなかったとすればキ,キム・ジョンウンは9月上旬北の新しい、えー、核保有、えーねえー、と同時に発表した SPA で、えー、8500ワードに及ぶ演説でその釘を刺したのであるこの演説で北のキム・ジョンウンは珍しく非核化に直接言及し非核化が先決でありそのための交渉もありえない、えー、と断言したのである、えー、さらに、えー、核兵器をめぐる。 核兵器がなくなるよう核兵器に交代禁止線を引いたとも述べた。だから絶対核兵器はななくさないよとこういういことですね、えー、これは、えー、金正恩が2019年12月の党大会での演説で「えー、米国が朝鮮に敵対する政策を続けるなら朝鮮半島の非核化はありえない」と述べたことと比べ、えー、交渉や駆け引き、露、えー、路なしの路線には一切言及せず強硬な路線となったと。今,後の、えー、今回の演説で 金正恩は朝鮮半島の政治・軍事環境が変化すれば核政策を変更するかもしれないという一つの条件を提示しているしかしこの条件は2016年に北朝鮮政府が発表した朝鮮半島の核兵器化のための非核化のための五つの条件に沿ったものを意味しているとすれば不可能でないにしても極めて難しいように思えるとこれは北朝鮮が金正恩金日成が最初に確立した 米国に関する路線1994年の合意枠組みをもたらした、えー、すなわち,すなわち、えー、非核化に取り組むことで、えー、最終的に米国との二国,二国間外交関係を正常化するという路線を後退させることを示唆しているように思われるこの路線は2000年代の六者協議や2018年のシンガポール共同声明に代表されるように金正ジョンイルキムジョンウンの時代にも引き継がれた、えー、第二に経済改革には 良好な外部環境、まあ、これは米まあ良好な外部環境アメリカとの関係が良くなるとこういうことですね、えー、これの構築は不可欠であるという平洋で長年培われてきた信このことはのことは金正恩が SPA で行った演説の中で述べた「我々の世代は核兵器を放棄する代償としてすぐに目に見える経済生活のえ環境改善を追求することがない」という言葉によく表れているんではないだろうか。 同じ演説の中で金正恩はビジネスと企業が利益を最大化できるような、えー、管理の改善を呼びかけ改革の取り組みを支持し続けていると、えー、つまり北朝鮮は改革を継続し経済を改善しようとするが米国との関係を改善することはしないということであると、まあ、経済をねなんとか、えー、するっていうのはまあ当然なんですけどアメリカとの関係はもう,もうやめとこうとこういうことですね。 これは、えー、過去からの大きな逸脱を意味すると歴史的に見れば例えば2000年代初頭と2018年,の2018年は北朝鮮の経済政策における節目の年であり北朝鮮の改革推進と外交特にワシントンの働き,働きかけには強い相関関係があった北朝鮮が長年長期間の孤立状態にもかかわらず存続し一部では体制の終焉をもたらすと考えられていたこと。 中国やロシアとの連携による潜在的な経済利益が平壌に別の道を模索する勇気を与えた可能性を考えねばならないまああのあれですね弾薬もね、えー、結局ロシアに送るみたいですねあのロシアとねあのね鉄道線が回復しそうですよなんか本当かなり長い間使ってなかったようなんですけどね、まあ、そういうこともありますで、まあ、北の現在の外交政策がいつまで続くかは不明だが変化の大きさから少なくとも当面は この政策は継続すると思われると,とはいえこの政策は外交や緊張緩和に資するものではない例えば北朝鮮がえ中国やロシアとそれぞれ行っている戦略戦術的協調作戦や、えー、戦略戦術的協力は特にウクライナ戦争の長期化や、えー、両岸の緊張が高まる中で行動に移されればは朝鮮半島や地域の安全保障に影響を与える可能性があるだから何ですかあの台湾が起こったらねやっぱり 北朝鮮も危なくなくよよと、とここういういですよねで。北朝鮮の外交政策は米国との交際は無駄であり中国やロシアと連携することで国益を確保するという考え方が主流になっているようだ。このような中でワシントンとの関係正常化が長期的には政権の安全保障に有利であることを平ョに説得し北朝鮮の体制内に対米外交を支持するものが存在すると仮定して 現在のの政策は固定定しないように一ススペーをを確保すするる努力を継続することだ重要であまあ具体的にどうすればいいのかっていうことはま,あまた後の議論にしましょうってことなんですけどまあこれすごくいい分析だと思うんですよ、まあ、だから結局北朝鮮がもうすでにあのアメリカともねうまくやっていくことは諦めた当然日本ともうまくやっていくことも多分あきれて諦めてることでしょうだから拉致問題の解決も当分ちょっと先ばしになったかなそういう気がしますね。だから や,あれですよね、やり方がちょっとまずかったのかもしれないね、もうちょっとやりようがなかったのかと、そう思いますね、まあ、どうすればよかったのかと言われたら僕もよくわからないんですけどね、やっぱりこうちょっとこうなんですかあの、北朝鮮、対北朝鮮という点に関しては、ちょっとやり方がまずかったかなと、そういう気がします。まあ、どどっっっちにししろあのさっきもありりましたけどやっぱり中国と えー、ロシアとの連携っていうのを深めてるんで、やはりこうその背景には何があるかっていうと、アメリカはもう潰れるぜみたいなね、そういう生意気な世界観があるわけですよ。別に僕はアメリカ永遠に、えー、僕はねアメリカ永遠に存続すると思い、存続というかね、反映すると思いませんよ。でもやっぱりね、こんなね、えー、こう底の浅いね、戦略家には負けたくないなと個人的には思いますね。まあアメリカがね簡単に潰れるってことは、まあ。 あまあは、まあ、ありえないというか蓄積があるんですよね結局ね何が言いたいかというとアメリカが今みたいな国国間になったのにやっぱり蓄積があるわけでまあプラスの面の蓄積とマイナス面の蓄積があるとは思うんですけどやっぱりこう軍事力の一個一個の蓄積っていうのはやっぱり大きいと思うわけですよだから中国みたいにまあ見せ金みたいにね最新鋭のね武器はザラザラと並べてねさあこれで俺は勝てるぜっていうのはねそれは違うよなとこうつくづく思うんですよね。 なって実際実際に戦ったことない軍隊がね戦って勝てるって保証はあるんですかこれがね僕は本当にわからないなんでそれで中国が勝てるとみんな思うのか確かにね武器の性質は武器のね性能はいいかもしれないそれでもそれを使う人それをそれでそれを運用する戦略それがすごくその方がむしろ大きいんじゃないんでしょうかね仮にねあの衛星をねまあ今 結構懸念されてるみたいにね。中国側がアメリカの GPS 衛星を全部無辱としたとしても仮にそれができたとしてもですよそしたら何ですかそれで、えー、第7艦隊動かなくなるんですかそんなことはないですよそんなことはないですよで日本の自衛隊の艦隊動かなくなるんですか、まあ、ああいうね海上艦船だったらねミサイルバンバン撃ち込んだりやとそういう考え方も一説にはあるでしょう。しかし、しかか。潜水艦はどうでしょううでょやっぱりますますすね、そう考えてみると、 ミサイルにも関係ないしで衛星も関係ないし浸、ね、水潜水艦ですからねバンバンやられたらどうなるんでしょうかねやっぱ潜水艦日本の潜水艦って二、ね、十何隻かありますけどそれがすごく重要ではないかと非常に性能が高いですからねあの音も静かであの全然なかなかか中国側が見つけるということはなかなか困難なんではないでしょうか。それからら考えたらね,ね潜水艦を野放ししにして 中国の人民解放軍の海軍が勝てるとは僕にはどうしても思えないんですよね。まあ、そのちょっと話余計になりましたよね。最後にちょっとこんな話をしていきましょう。別にね、あの、こうオカルト好きというわけじゃないんですけどね。昔からね、いろんな話があって、予言もいろいろあるんですよね。だから、あの D. S. は滅びるっていう予言も実はあるんですよ。その日本、日本の中から出てるっていうね。それもまた、それはまた、あ、かいは改めてやろうと思うんですけどやっぱりね、北朝鮮に関しては、こういう予言があるんですよね。あの、ハルメネ山を起こすのは。 まあコレアだ、まあ、朝鮮だっていうのはこれ誰が言ったかっていうとユダヤ教の、ね、ラビが予言してるんですよね。こうまあユダヤ教の坊さんですわな。だからね二十何年前ですわ。ですからもう亡くなってるんですけどねそのユダヤ教のねさんはね亡くなってるんですけどそれから考えたらねこれはあり得るかもなとふっと思うんですよね。今のこの大体こうこうなんですか地面に、えー、ねガソリンがまかれた状態。 でここに北朝鮮がポッとあの火を落とせば、ボーーと燃え上がるんじゃないでしょうか。やっぱその可能性がね、僕はすごく懸念されるなぁとこう思います。まあいずれにせよね、あの北朝鮮が大きな、えー、政策転換を行ったということは多分ほぼ確実でしょうから、これをね、あのまあ参考にしていただければなとこう思います。今日はこのえー、っとまあ今日はここまでしていきますね。よろしかったユーフェンポチを、そしてあの、えー、チャンネル登録もぜひお願いします。 ね、サンクス本当には助かってますありがとうございます本当にね皆様のねそういう本当に二百円とか三百円でも全然ねすごく大きいですよそういうのがたまりにたまっていけばね、えー、すごく助かってますんで本当に助かってますありがとうございますじゃ今後もよろしくお願いしますねじゃあ今日はこれで失礼します